皆さんこんにちは。日本の大学全部行った男、山内大二です。地方国公立大学対都会と私立大学、どっちがいいか理系編ということで、首都圏や関西とか名古屋の人はともかく、地方のいろんな県の都道府県の人ですね、地元の国公立大学に行けって親や先生からすごく言われてると思うんですよ。鳥取県だったら鳥取大学、岩手県だったら岩手大学みたいなね。で、多くの友達は目指すと思いますが、もしあなたが、本当は都会の私立行きたいんだけどっていう人、どうしたらいいんでしょうか。これは文系と理系でちょっと変わってくるんですね。で、実は文系の人の場合はやっぱりいろんな企業があったり、チャンスが広がっていて、ユニークな経験ができるっていうことを考えると、個人的には都会の私立大学に行きたい人は僕はそっちを勧めます。では理系の人どうなんでしょう。理系の人は地方国公立行ってください。東京や関西の有名な私立入っちゃいけないの？入っちゃいけないとは言ってない。入りたい人は止めませんが、実は地方の大学でも理工系は文系とは就職事情が違うんですね。文系の場合は結局は各県の地元のいい会社や公務員や教員っていうとこばっかなんですよ、就職が。まあもちろんたまに突然変異でね、東京のいい会社入るっていう人間がいないわけじゃありませんが、そういう人はだいぶ変わっています。理系、特に工学部とか農学部の場合は、地方のどんなに不便なとこにある学校でも就職はちゃんと東京です。北見工業大学とか室蘭工業大学とか、公立函館未来大学、これコンピューターの大学ですね。あとは福島県の会津大学とか、みんな正直言って交通の便の悪い地方都市にあるんですが、就職データをホームページで見てください。必ず東京の有名な大企業入れてるんです。理工系に関して言えば、高度な専門性があれば地方にあるからダメなんていうことは一切ありません。九州工業大学、国立の名門です。これは北九州にあるんですけれども、一人の学生が就職活動で受ける会社、たったの 1.7 社ですからね。文系なんか100社ぐらい受けてるの。理工系の高度な専門性があって、学力の高い国公立大学の工学部や情報学部に入っている人は、就職活動では都会の大学、さすがに都会って言っても東大とかは別ですけど、都会の有名な私立大学に比べて全く不利ではありません。なので理工系に関して言えば全国散ってください。琉球大学工学部もあり、あとは県立大学、公立大学でも非常にその評価の高い高知工科大学とか富山県立大学とか、工学部や情報学部持ってれば外れはないです。ただしその就職活動は都会に行くっていうことも多いでしょうから、アルバイトしてちょっと交通費貯めといた方がいいですね。で、地方のその国公立大学に比べて、じゃあ都会の方が良い点は何かっていうと、やっぱり日常的にいろんな情報や人に接することができるというのはありますが、このオンラインの時代にですね、その地方にいるから不利だっていうことはほとんど理工系の研究に関してはないですね。なので文系の人は都会に行った方がいい場合も多いんですけど、理工系、特に工学部や農学部の場合はどんな地方の県でも行くべきです。で、行ってからどんな会社入れてるのか調べれば、ちゃんと日本の名だたる食品メーカーとか製造業ちゃんと入れてますんで、しっかりそこで勉強すればよい。で、もちろん就職のことじゃなくて4年間都会で勉強したいんだっていう人は、都会の私立大学行ってもらって構いません。ということで、個人的には実は地方国公立の方を進めます。決して私立がダメなわけじゃありません。参考にしてください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をぜひお願いします。またメガスタの LINE にご登録いただいた方には、大学受験に役立つ特別なプレゼントを進呈します。相談や質問も LINE で受け付けています。詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください。